ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。今日はですね、お届けするヨーロッパジャズ、イギリスのジャズですね。イギリスの1958年の録音になりますかね。約60年前こちらになります。アルジミというアルバムタイトルでですね、リーダーの名義はこれになります。ジミー・デューカーというトランペット奏者です。それで、ジミー・デューカーも非常に優れたトランペッターではあるんですが、これを有名にしている一つにはですね、ここでは自分はリーダーに入ってませんので、A 面には登場しますけど B 面には登場しないので、そういうこともありますし、ジミー・デューカーはこの人です。それでダビー・ヘイズというテナーサックス、サックス奏者ですね、アルトもソプラノもビブラフォンしますけども、ここにありますダビー・ヘイズが入っているということで、よりこれを有名にしてヨーロッパレコードとしてはですね、ヨーロッパジャズレコードの名盤になりますが、それでパルジミーというのはですね、ここに説明がありますよ。パルジョーイ、有名なロジャース&ハートの、ソング集があるんですけども、そこからそれを引っ掛けてパルジミーという、ジミーがジミー、自分のジミー、ジューカーのジミー、パルジミーという、というレコードなんですけども、もうアメリカのジャズにはない、何か、言葉じゃ言い表せないですけども、感じる非常にいいレコードです。有名な曲ばかりやってますよ。今日お届けするのはマイファニーバレンタインですけれども、他にもですね、I didn't know what I meant by っていう、独裁忘れてとかですね、あと Be Witches とか I could write a book とかですね、やってます。もうすごくいいレコードです。ではここからお届けします。お待ちください。
いよ。